新潟市消防局にお邪魔しています。こちらから消防団員募集のお知らせです。詳しいお話を新潟市消防局警防課の八千田さんに伺います。八千田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらでは消防団員を募集しているということですが、まずは消防団について教えてください。はい、消防団は地域における消防防災のリーダーとして住民の安心と安全を守る組織です。消防団員は私たち消防職員のように消防を仕事としている人ではなく、普段は他に仕事をしていたり学校に通っていたりする方々で、災害など有事の際には出動して地域を守ってくれる存在です。消防団員は普段どのような活動をしているんですか？火災などの災害が起きた時に出動して消火活動や地域住民の避難誘導を行います。災害がない時には災害に備えた各種訓練や地域の防火防災の方法や指導など様々な活動をしています。新潟市は消防団員を募集していると聞きました。消防団員になるとどんないいことがありますか？消防団員には年間決められた額が報酬として支給されるほか、活動に応じた手当が支給されます。また団員の方やそのご家族の方は新潟消防団員サポート制度に加盟しているお店でサービスを受けることができます。活動を通して地域の方と触れ合い、住む町、働く町の安心安全を自分たちで守ることができます。消防団員になれるのはどんな人ですか？18歳以上で新潟市内にお住まいの方や新潟市内にお勤めしている方などが対象です。消防団に入団したい方、興味のある方はお近くの消防署に電話でお問い合わせください。それでは最後にご覧の皆さんへメッセージお願いします。はい、新潟市では消防団員を募集しています。消防団について紹介しているアニメーション動画を YouTube の新潟シティチャンネルでご覧いただけます。家族で楽しみながら消防団について知ることができるアニメーション動画となっていますので、ぜひご覧ください。消防団に興味のある方とご連絡をお待ちしております。地域の安全を守るとても意義ある活動です。興味のある方はぜひお問い合わせください。消防団員募集について新潟市消防局警防課の八千田さんにお話を伺いました。八千田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。